マグロ。すごい。これ見てください。すごいな。これ大間のマグロですぜ。すげえ。何これ。この身の。久々に見たこれは。すごいなこれ。どうぞ。ちょっとテンションこれかなり上がりますわ。チャック全開になりたい。これだって子供さんだってチャック全開になりたい気持ち。うん。いやこれすごいですね。いやーすごい。マグロっすね。ここにひでまささんにマグロがいます。ここひでまさ、ひでまささんおります。ここひこいいあの水野チャンネルさんでマグロがいます。ありがとうございます。水野さんもおります。もう皆さんあれですよ。パワーのオーラの泉ですよ。ほら。これはねなかなかの思わぬ収穫ですよ。どんだけですよ。これはおすごい。これはねピーナツで話が出ても足りないぐらいですよ。ほんま証言があれですけども、こんばんは。これがまさかの次のラウンドですか。道のチャンネルさんにあのいやいや僕はもう底辺なんで、ついてれば、いや僕は底辺なんで、僕は底辺なんで、マグロ祭り、マグロ、いやマグロって言いたいだけじゃないですかみたいな。私を食べて、私を食べて言ってください。私を食べてって言ってください。ほら見てください、私を食べてって見つめてますよ。私を食べて、もっと私を食べてと。これを解体するということで、解体非常に楽しい。あーやらしい。あーもうハレンチ、もういやらしい。あーでもすごいですねほんまにね。いやこれはなかなか取れないですよ。モリモリです。このような感じでゴージャスになっております。いやすごいですね。すいません、ありがとうございます。いやこのような感じです。このような感じです。ほらお姉さんももっと笑って。ありがとうね。イエーイ、すごい美人です。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいっす。いやもう思わぬ収穫です。もうこんな僕が来てもええかどうかわかんないところに僕が、ホストかなって。エラチャンネルさんのうちの横にいるとか、うわそうですよね、はい、いる程度がいいですか、うん、いる程度いますいるよね、います。で嫌われ役の演じてるんですよね、はい、じゃあ見てるさ、私はもう嘘を言わないし、やりたいだけ。でもね、大事なのは存在感、存在感が大事です。そこです。だからこう盛り上げんといけんとこういう会議ですよね。そうですね。そうですね。あのね、ほんまに思ったのは嫌われるかどうかというのは存在感が大事かなっていうのはすごいですね。そうそうそう、ほんまそうなんですよ。だから多分人となりを知るのはまあまあ。何の話ですか。ほんま。何の話ですか。ほんまそうなんですよ。何の話ですか。嫌われる以前に気づかれないという切なさっていうのは。誕生会から結ばれてるやろ。ありがとうございます。そんなことないか。ねえ。いやすいません、なんかね、僕はこんなとこにいていいかわかんないですけどね。もうあと5分、あと5分。女体盛りではございません。女体盛りで。あと5分、女体盛り。気持ち悪い。気持ち悪い。女体盛り。イエーイ。これは貴重です。気持ちいいって。はい、それね、はい、それね。顔で。すいません。はい、それね。ボクサーです。やかんやろ、食べ物なのに。いやいいや、私を食べてって言ってください。食べて私を食べてって言ってください。浮気できるやん。それはあかん、それはあかん、それはあれやけど。あれ私を終了。はい、教室終了。はい。おーだす、おだす、おだす。あー、やばいっすね。うわ、やばい。あんな次、広いじゃん、横に。いやいや、ちょっと横に行きます。じゃあ、接吻を、接吻を、お口づけを。
お口づけとかわかるんですか？お口づけとかわかるんですか？お口づけ、キスキスのことですよ。わかるんですか？すごい。いや、いいんかな。はい、じゃあ今日の美人さん撮らせていただきます。美人さん大丈夫、美人ですよね。もうお姫様抱っこしたいですよね。したいです。ただ SNS で叩かれる。すいません。いや、もうパパと娘ですから。これ美人さんサングラスないと YouTube は成り立たない、うん、あ、それはボロ出るやん、片方。うんうん、エナチャンネルさんです。おはようございます。おはようございます。僕の6倍以上います。7倍かな。アイリン地区のですね、スラム地区ですね。徳田さんです。会話しててですね、 YouTuber めっちゃいますよね。いや、ジーさんです。私は結構ね、あの GC さんつながりで、はい、エナチャンさんをめっちゃ見てて。お前さ、あの見てるだけじゃないです。この人は何を伝えたいんだろうっていうのを中身あげあげラブ&ピース、この街の言葉はほんまに、あの、なんていうか、ほんまにこう人情と一番伝えたいのは、あの、昭和で北九州で生きてきたんですよ、北九州で。そこのまあ良さっていうのが、はい、まあ、時代とともになくなっていったのが、うん、そのあの時代の良さがこの街そのまま残ってるんですよ。それをなんかこう伝えたいし、はい、なんかこう大好きですよ。あ、分かる。動画でも言ってらっしゃったじゃないですか、はい、あのここのタイのボクサー、タイとか試合してくれて、流れ着いて攻防で、はい、で、なんでここに、なんか昭和の、あれが忘れなかった、なんか人情あるべ、そうだ、そうだ、あれですよ、あの、ほんまあの、あれをめっちゃ表現してて、あの、めっちゃカメラあるんです。エロカメラマンです。本がエナさんの教えて今いますよ、あの潜入してて、あれって普通の人はできない。そうですか。できないですよ。我々が言っても岡山の方がいいです。すごいな、これはなかなか取りたくてもなかなか取れない光景です。いや、でもカツラカブトムシ、ほんまに私めっちゃ興味一番あって、ウエラちゃんに誰やろうって言ってたんです。結構違う、別の人生だったら宇宙はです。カツラカブトいただけるんです。キャバちゃんは逆に大キャンに言ったんです。アイリーさんの三角の絶対売れると思う。もう多分いろんな今用意、こうカツラもカツラとね、あのお面も用意して、絶対やる気持ちだよ。いや、もう顔差しがいやったんですよ、もともと人間をしたんだとこもあるし、そう、顔差しがいやで、こうもうずっとおカメラやってこう、人間なのか、お面系でみんな見極めようと絶対するんですよ。その中で、それでやろうと思って言ってもらったんですよ。かで、だからそれは僕は絶対裏切らない。まあ、まあ、そうですよね。でも裏切らないかぶり入れると、滑っても大丈夫かなみたいな。仲いい、マジシンさんとか多分ね、仲良くなる。あ、マジか。いや、全然仲いい。マジシンさんが初めだっただけで、いろいろ見てるんですよ。あ、こっちが先がいいか。なんで、オープニング、誰やったの。はい。エラちゃん誰やろ。あ、めっちゃ俺誰やろ。いい感じ、このチャンネルでオープニング使ってもらったらどうしても、まあ、それがいい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 わ。いや、それ以前ブルマさっきそれでめっちゃ食いついてて、私がずっと言ってた。ありがとう、2000人お恥ずかしい、やってらっしゃる。何キャラ、はい、キャラ、何キャラ設定ですか。1000万円でしょ、こんなのするか。で、マジできつかったですよね。で、いろんなボクサーいます。キャラなんですか。キャラ普段は普段普通なんで。いや、これやろうだから、なんか多分ギャグが滑るんでっていうので、そこにかけてる人たち、なんでそんなキャラにたどり着いた。何もやってない人もかかり、コロナで暇すぎて。いやいやいや、京都です。京都です。どこですか。やる暇すぎて。京都どこですか。いや、こんだけ YouTuber頑張ってんねんとか。また先駆けです。先駆けです。いやもう、あるあるからもう、なんかパンチで。めっちゃ京都のアパートで。バリバリ、京都生まれ、京都さす。今も京都ですか。ほんまですか。すぐ近くに行って。北の市で寝るんですけど。いや、でも美人もね。行列もできる。
一緒になりそうだな。1年間、もう37なんですけど。え、嘘、まだ20代見えました。それを見ますと。37なんですけど、ただ18で大阪に、大学生の時に。後から来たんです。そうそう。顔分かれへんねんけど。見た目では分からん。そうそうですね。ですよね。打つ時に大事なのは、S ですよ。角度と、相手の振り方と、ナックルの当て方なんですよ。ですよね。結構難しいんですよ。そうそう、打てばいいとか問題じゃないですよ。そうそうそう、だから痛い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 、1000万はこっちがめっちゃくちゃあるわ。オンバスか。いや、あれ、これ自分が参加できないことがめっちゃ悔しかったです。ドSやこの人。いや、こんな体ですけど。ドSやボクサーは全然経験ないです。これ S キャラ分かります。 S 対面イコール M やねんけど、1個だけ無理だかった。嫌いじゃない。あります。ちょっとお酒取ってきますね。これはあーでも知り合って最高です。はい、うん、いや、いつか、いや、近いうちにスパーリングお願いします。じゃあ僕パンチ受けます。いやいや、パンチ受けるの。いや、本当のパンチは。いや、死ぬ死ぬ死ぬ、絶対死ぬ。いや、なんか硬いもん。本当のパンチ。いや、硬くね。腰が入ったらもっと。いやいや、あの、いや、絶対。この方はね、息を吸うときは知ってます。はい。あの、ね、あるんですよね。息を吸うタイミングでボディ打つと、もう 100% 倒れます。いや、絶対倒れると思う、うん、もう知ってるんですよ。息を吸うタイミングを3発前に耐えます。あの、こうやって見てるんです。こうやってガードして見てて、息を吸うときにガンとボディを打つと終わっていいんでしょ。そうでしょうね。ですよね。よく言われてる。それはもう、もう私は見てるとこが違うんで、もう全然違う。変わんない、うん、なんかね、その見る人によって卓越した人とか息遣いもそうだし、このクラゲの使い方とか、僕は教えてるメンバーとか、例えばその軸足、そうですね、軸足、軸の人、蹴り足、それによってほとんど分かるんですよ。そういうのはもう教えていきました。ですよね。まあ結構、メンバー取ったらそっからの作り込みというか、うん、そっから戦術なんですよ。そう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 、そこはね、なんかこうみんな、まあ、基礎ですよね。基礎がないときは相手の攻撃で今ってなるでしょ。だからそこ飛び越えて相手の攻撃がかすってしまってる人がいるから、ちょっとそれまずいわっていう、ね、うん、そういうところですね。もう、私もそうなんですよ。すごい。いや、自分もバスケット経験なかったんですけど、子供たちをあのコーチングしてて、で、最初はおっちゃんに、いや、自分はコーチでも何でもない。イケメンですよ。イケメンさんですよ。イケメンです。そうですよ。コーチとかなんか言われたくないんですよ。で、おっちゃん、これはなかなかプレーへんで、その子供たちに、じゃあ君たちを教えてくれ、逆におっちゃん知らんから。いや、そこ大事ですよね。ですよね。結構子供たちが教わることは結構大事、ね、あ、めっちゃ大事です、めっちゃ大事ですよ。そうそう、で、ルールを知る、あ、お前すごいやんかって言うと、めっちゃ頭角を現しますよね。でも大人はやってるのが当たり前ってなっちゃうと育たないんですよ。で違うと、で自分らはそのコーチたちが違うと思っても、自分はそうしなかったらおっちゃんでいいよ、挨拶なんかしなくていい、おはようなんかしなくていい、こっちがおはようございますって、おはようございます、うん、言いましょう、こっちを言う、自分が待ってたら絶対ついてくる。でそれをやると1回戦も勝てなかった相手が半年後にはベスト8に行くんです。おー、すげー、チームに乗ったんです。すごいですね。いや、ほんと地方紙ですから。いや、多分エラちゃんさんなら分かって全然分かるさ。ですよね。すごい、その意見がほんと大事なんですよ。そうそう、そこから作っていくと本当大事だと思う。だから側で、いや、エラちゃんでやほら、エラちゃんでやさ、イケメンっせなんかそんなこと、こんなん取れませんよ、なかなか貴重な相手にしないし、いや、ほんと貴重なショットです。いや、ほんま人心さんだからですけど、ほんまそうやと思います。はい、ほんま、もうちょっと帰りたいですよ。まあ、これからどん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 大阪行きます。ぜひとも、いや、ほんまに、いや、謙虚ですわ。いや、ほんとに、あの、それこそロードワークとか、はい、もししてらっしゃるんだったら、はい、女性のターゲットでフィットネス、
終わったら女性休ませみたいな感じの、うん、ああ俺全然一回やったことあるんです、これ分かりました、うん、ですよね、絶対あると思うんですよ、うん、かなり考えてらっしゃると思うんですよ、今のままでいけん、まだある、あちょっとファイター祭りです、失礼です、戦うのめっちゃ好きなんでね、え、いいですね、かっこいいです、戦うですね、別に敵とかじゃ関係ない、本当に、はい、お姉さんもエラさんも両方強いとか抜きにして、そうそうですね、戦うのが好きなんですよ、そうですね、絶対今年1年でプロの、まあ、ボクサーを一回引退して、うん、来年からはプロの格闘家として、へぇー、もちろん、まあ、プロのボクシングを、まあ、話し合っていきますし、うん、でもそれは行こうかなって、そうそう、だから閉鎖、え、エラちゃん閉鎖っていうのを出しましたよね、出してるからね、ほらほら見てるんですよ、皆さんごめんなさい、どうもぜひリニューアルした、ね、ネタに毎回やらせてもらったそう、かっこいい美人さんですよ、アシスタントさん、僕だって美容系 YouTuber と思ってましたからね、いや、いけますよ、お姉さん絶対いけますよ、どっちもしたらダメです、え、どっちもしたらダメ、いや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 、いけますよ、いや僕だって20代後半と思いましたからね、これ飲んで、ありがとうございます、優しい、じゃあお疲れ様です、乾杯、バイ、ありがとうございます、あ、じゃあ乾杯していきましょう、お疲れ様です、ありがとう、ふみさん、え、ないで、え、ない、行ってきましょうか、ちょっと行ってください、行ってきましょうか、バンテって、あ、そうですか、なんでバンテが分かるか、あ、そうですか、あ、そうでしたっけ、あの真ん中の大塚さん、あそこです、あそこ行ったんです、あいつ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 、周年の挨拶する動画撮ってる、すごい分かるわ、このやり取りがもうめっちゃ分かるわ、もう好き、うん、分かる分かる、私が YouTuber したらダメなんです、うん、分かる分かる、分かる分かる、両方だったら絶対ダメなんです、同じこうところにいちゃうとやっぱりダメ出しをこう近いところでやられるとエラちゃんは輝けない、片方がするとボロも出るんですよ、プライベートが出ちゃうんで、そう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 、こっちはこっちは別に YouTube さんのいやダメだとは言ってないんですけど、こっちがその輝かす方に行かないといけないってなるから、私が SNS めっちゃするとマグロマグロさん、じゃあもう一回、もう一回じゃあやりましょう、じゃあふみさん、ふみさんお疲れです、はい、乾杯、ふみさろさん乾杯、まあまあちょっとコアなもの、なんでもありっしょ、なんでもあり、もうなんでもありじゃん、まあまあコアな部分ちょっと話したんですけど、やっぱりそういうことなんですよ、やっぱりこっちを食べるなんでもありやって、それね、はい、どこで手に入れるんですか、え、これ山田電機です、山田電機です、いや可愛いお姉さんとお兄さんが映っております、かわいいわ、かわいいよ、これがこのかわいいが妬みに変わってアンチに変わるっていう YouTube 上ガチガチ話、だってアンチ言うたらこっちも多いですね、あ、いやエラさんは人気もんですからね、いや絶対人気はありゃない、やっぱ人気の裏には必ず多いし、そうもう高くも、そうもうそれ、うん、嫉妬、要は高くも高くっていやいやなスクワットとか、はい、いやマラマラ足りないことかな、そこは思うかは入れまずさんのコツを出しにくい、そこは謙虚に言ってるんやと思うかどうか、そうそうね、まあ、人にもよると思いますけど、まあ、でも実際はね、曲なんですよ、はい、ま、これちょっとこの時だけ言うけど、じゃあ今すぐ1億円借金しましょう、はい、1億円売掛金が残るとしました、はい、1億円借金しましょう、はい、絶対返さないかん、まあそうですね、返さない、つけは返さなあかんからね、はい、刑務所入りますよ、
となった時になった時にじゃあどうしますかって言うと、嫌いでもいいやん、究極やな、極論で言うと両極の法則っていうのは宇宙の法則、何回も言ってるんですけど、両極の法則っていうのが7つの法則、宇宙の法則っていうのが必ず7つがあって、78対22の法則で成り立ってるほとんどが、で、地球っていうのがまず海面が 78%、はい、陸が 22% で人間っていうのが水が 78% その他が 22% っていうのがまあまあ成り立ってる。でこの法則はアインシュタインが考えた宇宙相対性理論っていうのがもうこれがもう大原則で、今政治もやってるのも 78% はそれが正しいって思ってる、 22% の人はそれは間違いと思ってる人がいるっていうことをどれだけの人が知ってるかっていうことを、その 22% の方に今向けるべきか、いやいやいや今 78% に向けるべきかっていうのは、そのトレンド、今はじゃあコロナウイルスでじゃあ全員マスクしてっていうのが当たり前だけど、私の岡山からしてみると、マスク嘘、マスクしてる方が少ない、マスク多分あんま関係ないと思う、実際はぶっちゃけ善玉菌だ、これも調べたけど、善玉菌の悪玉菌の数も78対22なんですよ。そうそう、いやいや映ったらごめん、いや健康体と多分大丈夫っす、ぶっちゃけもしも水野さんから善玉さんが映ったらするよ、それで映ったらキャーだよ、それで映ったら終わりやん、ありがとうございます。あの今コロナのこんな時期なんで、皆さん今日は盛り上がって楽しくいきましょう。いいこと言う。では挨拶お願いします。いいこと言う。何でしょう。毎度自身です、あれ俺と一緒だじゃん。皆さんこんばんは。ああ、300人乗ります。イエーイ、今日は1周年おめでとうございます。ありがとうございます。こんなに素晴らしい会にお呼びいただきまして、挨拶させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は皆さんで盛大に盛り上がりましょう。イエーイ。皆様よろしいでしょうか。乾杯する前に一緒や、俺マーピョーさんと一緒のやつじゃん、あれご気にしてください。はいはいはい、はい、チャック全開で頑張ります。僕の真似をしてもらっていいですか。はい、バンザイバンザイバンザイ、はい、バンザイ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 、ということで、とりあえず初っ端からいきたいと思います。えいよ、えい、皆さん、はい、今日はね、気合満開で行ってもらいたいと思います。あ、よろしいですか。いくよ、はい、せーの、バンザイ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 、イエーイ、いやいや、そうそうそう、やっぱ一のパリティバンザイをやらせてもらったのが分かってきました。何よりもね、ミセス神社さんがね、1年間も結婚したのに、帰ってこれずに、おいおいおい、ようやくね、愛する旦那と一緒になったということで、いいね、本当に、本当これは、やけどしちゃうわということでの、万歳でございました。その通り、まとめますと、今日はね、こんなに素晴らしい料理あります。で、そのところに、すごいですよ皆さん、いいよ、片手にグラスをお持ちください。はい、行きましょう。はい、
はい、ここで万歳させて、こぼれるで。そうですね、万歳の後に。万歳したら確実ですね。おこぼれしますね。完全におこぼれですよ。なぜね、まあ、準備するまでなんですけども、はい、あの居酒屋あるさんね、みんなたくさんあのお世話になってると思うんですけれども、どうぞ。無料でね、食事を奉仕してもらったりとか、おいえよ。リコルバーをたくさんみんな作ってもらって、なんだっけ、すごくね、あの助かった方も たくさんいてると思います。うん、その中で助けてもらったからこそ、今後ね、みんなで、ね、居酒屋 R を盛り上げていきたいと思います。はい。はい、なんか犬気的なの。はい。乾杯。じゃあすいません。失礼します。あ、すいません。失礼します。イエーイ。失礼します。ありがとうございます。イケメンです。イケメンがここにいます。私と接吻して、ヤッホー、乾杯しよう。イケメンさん、乾杯しよう。イエーイ。ね、あ、うん、だからここ私を食べてください。ちゃんとカメラ撮ってください。あと10秒、9、8、7、私を食べて。ちょっと幕入ってます。入ってください。ちょっと幕入ってます。早い。はい、もう一回。どうぞ。初めて2人の。どうぞ。ユウト、これはすごい瞬間ですよ。ユウト、見てください。ありがとうございます。あと10秒。おめでとうございます。結構おめでとう。おめでとう。やけるわ。おめでとう。いらんのかい。もういいですか。やけどするわ。これはやけどするわ。インドネシアからいい。その一言は。おっと。いいですよ。あ、すごい。近くで。私をさばいて。もっとさばいて。すごい。優しく。さあ太りね。すごい。リアルやわこれ。これはすごいね。いやー、これはすごい。危ないですよ。入ってください。やばい、よかったな。はい、あんた先ほど言ってたよ。すいません、撮りました。じゃあ、さかなクン、さばいてー。さばいてー。私をさばいてーって。うわっ、おお、やばっ。これは解体ショー、なかなかのもんですよ。カバトロ。まるでブーメランのようですね。使うから持って帰ります。持って帰るんかい。持って帰るんかい。これは値段入ってません。これ違うお客さんが使います。これ時間何倍やったやろねって突っ込みたい。それは言われへん。言われへん。あいや、これはすごい。すごい。これはすごい。わ、切れんねや。うわ、すごい。ちょっとこれすごいな。これはなかなか取れへんね。全部取ろう。いや、ほんまに全部取ろう。アップしたのか。背中まで取ろう。アップしたのか。背中まで取ろう。
いっちゃいましょうか。いや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 、これうまいで、これこれはすごい。解説、はい、このね、はい、このトークで4分の1にします。はい、僕はできません。僕はできません。この半分ぐらいとできんだけどね。いやいやいや、すげえな。あと違うお客さんが使うから綺麗に下ろさんとね。これはもうちゃうから、うわ腕つるわこれ。はい、綺麗。パコ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 、よいしょ。うわー、できた。これくら寿司に行きます。これくら寿司。どういうこと？どうなんですかね。さあ、ここからブロックにしていただきます。大丈夫でしょ。大トロ。じゃあ、はい、大トロ。私を食べてっていうこと。はい、いやー、これはすごいですよ。すごい。今日のマグロいいね。これはすごいですね。みんなのおかわりしたらあかんで。いやー、辛いになるから。私を食べてってなってますね。おお。すごい。ちょっと予想外。これはダイナミックですね。あ、カッパ寿司に行きますあれ。なんやねん。やっぱり見せるだけかよ。見せるだけ、見せるだけ。なんやねん。騙された。いや、すごいですね。肉厚といい、油のりといい。これはなかなか見られませんよ。いや、すごい。これはすごい。してるんや。あれはしてます。血合い、血の血管みたいな。食べれない。食べれない。なかなか無理でしょ。すげえな。すごいな。マジですごい。おお、セブン。はい、ぼちぼち、ぼちぼちそこどいてもらおうか。おっさん仕事せんなあかんから。皆さん、あのお作りセルフサービスでも持っていって、セルフサービスでもカッパ寿司行かなかん。みんな持っていって。これはすごい。これはすごい。すごい。これはあかんで、食べたらこれあのカッパ行くから。生々しい。あ、どうぞ行ってください。お酒どうぞ。お酒どうぞ。